おはようございます、長峰です。髪切りました。心拍の素材持ってきたんですけど、これ黒ポットに今入ってるじゃないですか。でこれ山もみじ、これも黒ポットに入ってます。今日はねこの心拍と山もみじがメインじゃなくて、メインはねこの下の黒ポットの部分です。でね、ちょっとねうちの、黒ポットにはちょっとした工夫が入ってるんで、ちょっとそれをご紹介しようかなと思います。たまにさ黒ポットってさ乾きにくい時ないですか。うちの前の棚特にね日当たり悪かったんで、すげえ乾きにくかったんですよ黒ポットって。なので黒ポットにはいつもある細工を入れてたんですけど、それがこれ、じゃん、見えないかな、こういうとこ切り込みが入ってるんですよ。見えないね、わかるかな、このデコボコしてるとこ切り込みが入ってる。まあそれだけなんですけど、まあ、ハサミでねパチ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 切って切り込み入れたんですけど、これやるだけでだいぶ乾きが良くなるんで、いいよっておすすめするよってだけの動画です。前の棚ね乾き悪かったんで、ちょっとでもね工夫しないとずっと濡れてる状態が続いちゃうんで、盆栽はね、濡らすときと乾かすときと両方のパターンが必要なので、乾かすためにやってた工夫っていうのがこの切り込みを入れるっていう工夫でした。でどうやって入れるかっていうと、まあ簡単で、ハサミあるじゃないですか、これ黒ポットあるじゃないですか、ここにねハサミ当ててあっちに切っちゃう。そしたらここに穴が開くんですよ、こんな感じで。わかる？これ穴開いてる状態、こんな感じで起こりにくいな。こうやってハサミを当ててパッチ、これでスリットが入る。要は黒ポットで作る簡易スリット鉢ですね。でこれを、まあ、乾きに応じて入れていくんですけど、うちの前の棚乾かなかったんでめっちゃ入れてました。ガシ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 したらね、この、まあ、乾きやすくもなるんですけど、あと水はけが良くなって、まあ何かといいこと多いんですけど、あのスリット鉢と一緒でここから根がはみ出てくるんですね。この隙間からはみ出てきた根っていうのは空気に触れて、そこで成長をストップさせてしまって、中の方から新しい根を伸ばし始めるっていうスリット鉢のあの効果もこれで作れちゃうんで、黒ポットに切り込み入れるだけでその効果が作れちゃうんで、これねマジでおすすめです。めっちゃ乾きやすくなるし、スリット鉢の効果もあるし、あと黒ポット安いんで、これねめっちゃ使える技だなって個人的には思ってます。スリット黒ポットスリット鉢、安いけどね、ちょっとした小細工で盆栽が元気に育てばそれでいいんじゃないでしょうか。スリット鉢お持ちでない方は黒ポット買って試してみてください。じゃあねー。